主導権を握ることができませんが、昨日は連敗を3で止めました錦木です。四つは左四つ。対戦する貴ノ岩もここ2日間連敗です。3勝5敗立ち合いです。叩きます。ついていけない錦木、軍配西。四つに組むことができませんでした錦木、敗れて3勝6敗。貴ノ岩勝って連敗を止めました。4勝5敗です。ただいまの決まり手は叩き込み、叩き込んで貴ノ岩の勝ち。左四つの錦木と四つは右四つの貴ノ岩、かち上げから突っ張ってからすぐに叩きました。かち上げから突っ張られたことによって冷静さを失ってそのまま体預けていきます、はい、でこの最後の倒れ方、これやっぱり足を、ね、しっかり運べてないんですね、はい、こう砂をこう蹴り上げるようにして足を運んでますね、はい、お尻が上がってますし、こういう体勢になるとバランスを崩してしまうんですね、ですからもう少しこう上体を起こしてですね、この腰をお尻をクッと前に突き出すような形で足を運べればいいんですけどね、すり、はい、足のような形で。むしろ相手が引いてきていますから、それをチャンスと取ることができるかどうか。でもこういう足の運びになるということは立ち合いからですね、はい、貴ノ岩に勝ち上げられて突っ張りを2発3発とこう食ってるからこの慌てるんですね。